くさびを打って中に入ってきたシュート来たーパーフェクトですね。2点目を取りました湘南。決めたのは秋野ですね。3列目から飛び出してきました。そうですね、まさしく2列目じゃなく3列目ですね、はい、作りのところですからね、最終ラインのところからね、お手本のような中央突破でした、はい、まあ、人の距離感と、まあ、ボールが縦に入ってからこの菊池俊介のダイレクト、そして山田ですかね、はい、これワンタッチした時に取られない場所にしっかり置いてね、後ろの選手 の、 このスピードを落とさない秋野のね、はい、まあ、素晴らしいですね、一つ一つのこのプレーの質っていうところですね、あの山田